こんにちは、あきです。今回はセキュリティソフトの削除の仕方を紹介していきたいと思います。なんで削除しないといけないのかというと、タイトルにも書いてあるんだけど、使用期間が過ぎたセキュリティソフトというのは一番今パソコンが危険な状態です。なんでかというと、パソコンにはウイルス対策ソフトっていうのが2つ入らないようになってるんですね。で、1つしか入らない状態なのに、その1つが期限が過ぎて使えない。そしてそれが入ってるから、もともと実はパソコンには1つウイルス対策ソフトっていうのが無料で入ってるんですよ。で、それの性能が結構良くて、それが入ってるにもかかわらず、その無料体験版をわざわざ入れてくれてるので、それが切れてて使えないということで、今何も使えてない状態なんですよ。なんでめちゃめちゃ危険な状態です。だからその今使用期間が過ぎているパソコンのセキュリティソフトを切ってあげれば、もともと入っているやつを使えるので、なのでセキュリティソフトを削除する方法を紹介していきます。それでは実際にやっていきます。画面の左下にある Windows マーク、ここを押してください。押したらここの設定というところをクリックします。そうするとこんな感じの画面になると思うんだけど、このアプリというところをクリックします。で、そうするとね、下にこういうのが出てきまして、ここをみんな違いまして、セキュリティソフトって、まあ大体よくあるのがノートンだったりとか、あとはウイルスバスター、そしてマカフィっていう、まあこの3つが体験版で結構入ってることが多いので、まあその名前をここから探してください。で、まあ自分の場合だと、そうですね。このカスペルスキーっていうのが、入ってるんですけども、これを消すと削除されるので、で、その見つけたらクリックしてアンインストールというのを押すと削除されます。これ削除しちゃうと、ここのパソコンのやつ消えちゃうので、これではやんないんですけど、まあ、自分の入ってる、多分、ノートンか、マカフィーか、そして、ウイルスバスター。っていう名前があるんじゃないかなと思います。もし警告とか使用期間が過ぎてますってマークが出てたら、それで名前を確認してください。同じ名前が必ずあるはずなんで、それ探していただければ大丈夫です。で、探してクリックしたら、アンインストール。で、何か画面が出てくると思うんですけども、まあ、次へでどんどん進めていけば、もうそれだけで OK です。で、削除しただけだと、もともとあるやつが使えてない状態なんで、それも使えるようにしておきましょう。やり方なんですけども、一回この画面閉じます。パスで。閉じまして、で、もう一回左下の Windows マークを押して、で、設定、もう一回開きますね。で、そうすると更新とセキュリティってところがあります。ここを押しましょう。で、そしたらですね、左側に Windows セキュリティってところが書いてあるんで、ここをクリックします。で、クリックすると、この Windows セキュリティセンターを開くって書いてあるんで、ここを押しましょう。そうするとこんな感じに出てきます。で、ここら辺に警告マークが今ついてないんですけど、黄色いマークとかで警告マークがついてたら、まあ、クリックを押してあげて、で、ここら辺で処置が出てくるはずです。これもすでに違うのが入ってるんで、対策されてるんで、まあ、処置不要ですって出てるんですけども、これ緑色のチェックマークじゃなければやばい状態なので、まあ、対策をするみたいなマークが多分出てるはずなんで、ここちょっと、どんなマークか忘れちゃったんですけど、まあ、そこを対策してあげれば大丈夫です。で、必ずしもこれ全部、緑にしないといけないってわけじゃなくて、まあ、ここら辺とか黄色くなってても、特に大事なのがこの一番左、ここを必ず、黄色じゃなくて、緑のマークにするようにしてください。で、ここら辺にある、Windows、ディフェンダーってやつですね。で、これオンとかにしとけば、まあ、多分緑色になると思うので、そこでやっていっていただければ、まあ安全な状態まで持っていけるかなと思います。もしうまくいかなかったらコメントで書いていただければ、まあ、ある程度返信できると思うので、コメントで書いてください。もし使用期間過ぎていて警告出てて、まあ、この動画見てね、ちゃんと削除できて、
まあ、処置できたよって方がいれば、まあ、ぜひ高評価とチャンネル登録していただければ嬉しいです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。